まあ、結論、はい、皆さんこんにちは。鉄腸チャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日はこちらを紹介したいと思います。トミックスのミニ鉄道模型運転セットです。こちらはコンパクトなレールとパワーユニットのセットということで、小スペースで手軽に楽しめるお手軽サイズの運転セットです。先日公園に持って行って、鉄道模型を走らせて遊んだわけですけど、まあ、手元にあったのが半径 280mm のレールしかなかったので、これで外で遊ぼうと思うとまあまあなスペースが必要になります。半径280ですから最低でも60cm ですね。しかも間に280レールを2本入れましたので、結構大きなスペースが必要になりました。でこれだとやっぱり外で遊ぶスペースが限られるので、今回もう少し小スペースで遊ぶことはできないかなと思いまして、こちらのセットを買ってきました。こちらコントローラーはついてるんですけれども、車両は別売りということで、ここにトミックスのミニカーブレール対応車両から選んで走らせようというふうに書いてあります。後半ではうちにある対応車両を走らせてみて走るかどうかを試してみるのと、それとは別にここには書いてないけど別メーカー、別のメーカーの車両で似たようなサイズの車両が走るかどうかも試していきたいというふうに思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。ざっくりとこちらの紹介をしていきますと、中身はこんな感じです。ミニカーブレールとはと書いてありまして、今回入っているカーブレールは半径 140mm のカーブレールの入ったセットと、直線 140mm のストレートレールの入ったセットになります。ですので奥行きが 280mm 130cm、横が 420mm 42cm の幅のセットということになります。ちなみにこのミニカーブレールっていうのはですね、今回のこの 140mm の半径のレールにあとですね 177mm っていうのもあります。 177mm っていうのはこの 140mm の外側の、カーブレールのことで、この2つを使うことによって伏線感覚のレイアウトを組むことができます。トミックスっていうのは以前もお話ししたことありますが、伏線感覚が 37mm なので、半径 140mm の外側は 177mm ということになります。あとさらにその内側のもっと急な小さいカーブもありまして、そちら半径 103mm のカーブレールっていうのもあります。こちらはスーパーミニカーブレールといいまして、この今回買った 140mm の半径の円のさらに内側の伏線感覚のレイアウトを組むことができるレールになります。こちらはさらにまたですね、小さいのでもっとちっちゃい車両、もっと走らせられる車両の種類が限られますが、 B4 の紙1枚サイズかなでレイアウトを組むことができるということで、非常に小スペースなジオラマを作ることができるので、そちらはそちらで結構ね、いろんなことに活用できるんじゃないかなと思いますが、今回買ってきたのは真ん中の 140mm の半径のカーブレールのついたセットを購入してきました。お店でねパッケージを見ることができたら、まあこういろいろ見ていただけると分かるんですけれども、対応車両の一部をこう紹介ということで、例えば DE10 のディーゼル機関車とか JR キャ120型とか機関車 EF65 なんかを走らせることができるようです。電車で行くと箱根登山鉄道3000系や三陸鉄道36-700型、東武100系スペーシアなんかも走らせることができるようです。ちなみにホームページなんかで見てみましたら、例えば僕も持ってるのでいくと名鉄8800型パノラマデラックス3両セットとか113系横須賀色基本セット造結セットなども走らせることができるようですので、そちらはね後でまた組んで走らせてみたいと思います。では中身を見ていきたいと思います。はい、こんな感じで入ってました。まあ、ご注意、いつもの黄色の注意書きセットに模型運転セット説明書が入っています。ここにコントローラーがありますね。ミニ鉄道模型運転セットということで、パワーパックもちっちゃくなっております。これはねおそらく今までのやつと違って出力がただ違うだけですねと思います。まあでもこれでも十分走らせられるパワーだと思います。それに AC アダプターとレールが入ってるんですね。ギレラタイプの踏切タイプの踏み板のついた 140mm 直線レールと普通の 140mm のレール、それからカーブレールが合計6本ですね。すげえ入り方してんな。半径 140mm のレールの60度が 1,2,3,4,5 6本入ってます。3本ずつ、左右に3本ずつのカーブレールということです。それから DC フィーダーと、これはさっきの踏切のね両側につけるものですね。から一応リレーラーもついています。実際この半径がどれくらいなのかというのを見た目で分かっていただくために組んでみたいと思います。60度ということは
3本つなげば180度で片側の半径ということになります。非常に狭いですね。非常にちっちゃいですね。画面の上下に収まってしまうぐらいのスペースです。こちらが測るときは、ね、レールの中心から中心までですね、半径140だから直径が280、28センチですね。大体28センチの半径になります。ちなみにこれが280ミリのレールですので、半径が60センチ弱になります。はい、見ても分かる、全然大きさが違いますね。これぐらい、この間外で遊びに行ったのと違って小スペースでレイアウトを組むことができます。では早速ですが、これを組み立てて車両たちが走るかどうか試してみたいと思います。はい、それでは実際にレイアウトを組んでいきたいと思います。はい、組み立て方は他のトミックスのレールと全く同じです。線路同士をつないで、 DC フィーダーをレールの溝につないで、コントローラー、パワーパックの後ろに、コードをつなぐだけで設置が完了します。それほど難しくはありませんね。ただ個人的にはこの円ちょっとちっちゃすぎたかなって思っています。それではまずはじめに、たるみ鉄道のハイモ330から走らせていきます。はい、続いて、ちょっと DE10 がなかったんで、まあ、同じ垂水鉄道の TDE10 型ディーゼル機関車を走らせます。はい、続いては D79 走らせてみたいと思います。これはせっかくですので、24系25型トワイライトエクスプレスも一緒に走らせたいと思います。続いて名鉄8000系パノラマデラックス、こちらを走らせてみたいと思います。はい、こちらも OK でした。では続いて、はい、こちらも OK でした。では続いて、最近ずっと走らせている加藤の E259系成田エクスプレス、こちらを走らせたいと思います。はい、こちらはですね、ご覧の通りボディマウントの加藤カプラーっていうんでしょうか、ですので、うまく走らせることはできませんでした。ちょっと残念です。
では次に名鉄7000系パノラマカーを走らせてみたいと思います。こちらも今までと違ってボディマウント TN カプラーになってます。果たして走るでしょうか。まあ2両編成しか繋いでない段階でなんとなく結果わかりますか。では走らせてみましょう。はい、このようにやはり脱線してしまいました。ということでなんとなく TN カプラーやボディマウントカプラーだとうまくいかないような感じがしましたので、では最後他社ですが、こちらアーノルドカプラーのグリーンマックス名鉄線形、これならなんとかなるんじゃないでしょうか。これが走ってくれたら結構嬉しいです。では試してみましょう。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、結論、はい、4両編成にすると脱線しました。個人的には、3両編成なら大丈夫なんですけど、アーノルドならいいかなと思ったんですけど、4両編成だとやっぱり脱線します。やっぱり名鉄が好きなのでグリーンマックスの車両を走らせられないのは残念だなって気がします。まあ、他社の製品なんで仕方がありませんが、でこれを実際外に持って行って遊ぶかどうかってなるとまたちょっと疑問になります。ちっちゃくて小スペースなのはいいんですけども、いくらなんでもちょっとリアリティがなさすぎるかなって感じもしますし、走らせる車両にも限りが出てくるんで、この140ミリの半径よりも一回り大きい177ミリにするか、もしくはもうちょっと大きい243ミリ、こちらのレールを8本購入してそっちを持っていこうかなとも考えています。本当は他にも加藤の振り子式の電車とか新幹線なんかを試してみたかったんですが、パノラマスーパーが脱線した段階で、あ、これはもっと他の車両は無理だなと思って今日はここまでにしました。はい、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録していただけると僕と一緒に鉄道模型の世界を楽しむことができます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。